ました。そうですね、やはり面接さんが、まあ、この定型の鍵積みですね。はい、鍵積み。おっと、前消し。2段の3連の前消し。おっと、しかしこれ、緑で受けれているので。さあ、黄色が早い。今のは黄色が間に合えば、ワンチャンありましたね。ちょっと不運だったでしょうか。はい、そうですね、ちょっとポニアさんのその反発打つのが早かったので、はい、間に合いませんでした。で今度は、先寄り GTR ですね。はい、面接さんが先寄り GTR に対し、ポニアさんがこれ左寄りの土台ですね。多分名前はないんじゃないですか、ね、名前がない積み方、はい、未だにあるんですね。そうなんですね、はい、名前のない積み方を。おっと、これは本線発火されてられましたか。紫発火者、これは足りるか。ちょっと足りなさそうな感じが暴発しましたね。暴発していて、6連鎖が止まっていて、メリセス選手もずっしりとした重い連鎖が見事でしたね。火力ありますね。はい、一本ずつとなりました。さあ、再び鍵積みですね。鍵積みに対し、ピコニアさんがこれは右寄りですかね。右寄り、あ、そうですね、右寄りの土台。はい、さあ、中盤に差し掛かって、さあ、どっちが動くか。単発から動く、単発を、まあ、おっと、ちょっと埋まり方悪い。ちょっとやばい。露出が全部埋まったんで、結構苦しいです。これはそこに3連鎖。単発しかないですね。これはちょっと、はい、ちょっとお邪魔の降る位置が絶妙に悪いところに重なってしまった、はい、すごい、ガンガン死体を切っていきます。さあ、先に試合取ったのはピポニア選手です。はい、勢いありますね、ピポニア選手。そうですね、もう早いですよね、もう迷いがないというか、メイセス選手もね、大連鎖本当にお尻構えていたんですが、はい、ちょっと不運も重なったというところでしょうかね。さあ、これは、左寄りに対しピポニアさんが右寄りの土台ですね。座布団 L 字と、メイセスさんがザワズミですね。はい、ザワズミ先ほどからね。さあ、2連鎖に単発1段振ってしまうのは、まあ、これはまだ大丈夫ですね。2連鎖にが来ても1連鎖でもぶつけるのが大事なんですね。あ、まあ、ちょっとそれだけでもない。そうですね、今のは、まあ、単発した方が成中できたから、はいはい、さあ、これを打たされてしまった。さあ、ピポニアさんの伸ばしが、さあ、メイセス選手って発火したが、これはそうですね、相手の連鎖尾がこれ光ってるのを見て発火しましたね。最後がちょっとずれてしまったのを見て畳みかけていく、はい、8ダブ、完璧な業種ですね、これは。さあ、これは返しきれない。今の相手の連鎖数がちゃんと連鎖尾まで入っていたら、もっと伸ばし大業種されたんですけど、はい、見事ですね、相手の場面を読み切ったピポニア選手がマッチポイントとなっています。さあ、GTR ですね、再び。さあ、ちょっと置きミスしたように見えるが、じゃあ、どちらが、面接さんですね、面接選手がちょっと GTR の、はい、GTR 部分を置きミスしたように感じました。素人目だとどこが間違いなんですか。さあ、面接さんです、ね、これはうまい、4年差で対応うまいですね。おっと、これは大きい4ダブからの単発で受けに行った。おっと、これはこれはしかし、まだ行きますよ、とどめにはならない。まだ本線は残ってます。さあ、ここから本線に発火することができると、またビフォニア選手が盛り返す。さあ、に対し3ダブで止めている。ゴール気づいてる、しっかり気づいてますね。さあ、本線発火、これは本線発火。メイセスさんがこれちょっと残しが悪いので、折り返し、さあ、7連鎖が襲いかかる。メイセス選手返しきれるか。おっと、押し切ったか。これはうまいですね。あ、来ましたか、これ。これは回路ありますよ。これは逆ハンドを見て、しっかり7連鎖で回路、うまい。返しきった、8連鎖。さあ、それに対してピポニアさん、セカンドが3連鎖では返しきれない。あ、素晴らしいですね。素晴らしい、メイセス選手。メイセスさんの折り返しがかなり厳しかったんですけども、それを見て、逆ハンド、逆発火いきましたね。見事でした、臨機応変に、はい、素晴らしい発火でした。さあ、メイセス選手まだ分かりません。今回も GTR に対してピコニアさん、サブマリンですね。お、サブマリン、こう下の方から、はい、下の方からです、行くやつですね。さあ、中盤に差し掛かって単発から入る、それを受けてから単発、さあ、2ダブ、さあ、2ダブ、さあ、これは2ダブならなんとか受けれてるが、どうだこれ、間に合うか、1回消して紫やったら間に合うか、間に合いました。これはうまい。今のは紫が間に合えば十分回路があったんですけども、ちょっとギリギリ間に合いませんでした。畳みかけていきます。メイセス選手1試合取り返しました、はい、1試合ずつとなっています。
さあこのトゥイというキャラ、あのメイセス選手もテマ選手も使っていましたし、人気のキャラですね、この男性。本当に使ってるところ見たことないですか、はい、さあ今回はお互い先ほどの GTR ですね。はい、さあ2ダムに対してスラギ鳥のサメさん、さあこれはちょっと形が乱れてしまった。おっとメイセス選手も返してる、6連打発動、間に合った。トモリア選手間に合わない、これ、ね、ちょっと今使いすぎちゃった感じだったんで、まあ、はい、間に合わなくても仕方ないような感じです。メイセス選手も畳みかける仕掛けが早いですね、はいはい、メイセス選手マッチポイントです。はい、さあ今回はこれ、ピョニアさんの形、これ LLR LLR、はい、GTR ではなく LLR、 LLR って形ですね。面接さんはこれは先ほどの GTR ですね。さあリダブ構えてリダブ打った、これクイックなんです。クイックリダブに対しスイートリーうまい、それ以外3連鎖でさらに3連鎖、ピョニアさん返して返して打たせたらちょっと残しが厳しいか。さあ伸ばして間に合ったのね、緑フルセットに入りましたね。フルセットです。暑いですね、暑いです、はい、さあここで定型の鍵積みですね。鍵積みに対しピコミヤさんはこれは関東積みですかね。関東積み、はい、関東積み、緑の関東積みだと思います。はい、さあ一回二連鎖、これクイック二連鎖、二連鎖で対応、二個振るが、まあ、これは受けるんですね。この振ってる時間がまた大事なんですよね。振ってる時間がやっぱり膨張的になってしまうので、さあ間髪それに対しこれは本線を打って本線を打っていって、これ面接さん伸ばせば返せる量あるんじゃないか。さあこれで振るかどうか、10連鎖で10連鎖に対して面接選手は返しきれるのか。もう一消しでどうだろう、いやもうセカンド急いで行かないといけないですね。うまい、10連鎖ダブル、11ダブル、これはセカンドがちょっと足りないですね。4連鎖では返しきれない、見事メイセス選手が勝ち上がりました。メイセスさんのやっぱり火力が出ましたね。火力がすごいですね、見事な大連鎖の種でした。